ばんは、シムです。先生いらっしゃいますね。青島先生いらっしゃるので、ぜひ対局を。取れてますかね。取れてますね、はい。いや、安心しました。はい、お願いします。先手いただきましたので、ですね、角換わり。おお、角換わりになりそうですね。なんと恐ろしい。てか圧倒されるのかな。おお、一般的な角換わりのあれですが、打診してみましょう。端歩どうでしょう、先生。あ、挨拶してくださいましたね。おお、素晴らしい。こちらもどうでしょう。無視されそうな気がします。今度はどうでしょう。あ、ちゃんと返してもらいました。棒銀にはいかず、角換わり選びます。はーい、はーい。よいしょ。よいしょ。いやー、今日はね、お仕事で疲れましたよ。まったく死ぬかと思いました。死なないんですけどね。まあ、右玉の可能性も少し残しておいてですね。とりあえず一回上げないとしょうがないな。さあ、どっちでオタク君のっていうところですけど、一回上げましょう。やむを得ないですね。よくある形だと思うんですが、一旦下げまして、先生から攻めてこられるとは。まあ、定石通り対応すればいいのかな。第1巻6、7、金と上げたいんですけど、どうでしょう。仕上がらん方がいいんかね、これね。空洞になってくるか。7分。その間にカウンター決まりそうだもんな。
若干もう不利になってますね。すごい状況だな。どうしましょうかね。めんどくさそうなので、歩があれば結構面白いことができそうなんですが、嬉しいな、歩がないのは。なんかなんとなく嫌な筋が見えたのは気のせいか。まずで受けます。こう切ってくれるんですか先生。解説してみました。で、2分30秒。
おお、なんか決まる手がありますか。で、取ると桂馬か。2分。時間ないですね。1分30秒、はい、詰んじゃいますね、はい、守らないとダメなんですが、守り駒足らないんですよ。で、じゃあ攻めたいなって思ってしまうのが人情ではないかなと思うんですが、1分。厳しいですね。金があればね、攻めて変わるんだけどな、いろいろ。愛着でしょうね、これね。6二銀からで詰んじゃいますね。頭金から来ますかね。6四金からでも詰みそうですね。銀からでもいけるか。同じ考えた手順と同じ考えが浮かぶというのはあれなんですけど。で、そこに銀ですか。ここに銀、うん、なるほど。詰みますよって言ってますね。30秒。あー、なるほど。20秒。投了ですね。はい、投了します。参りました。どうなんだろうね。解析いきましょう。困ったらまた呼ぶがいい。終盤だらしなかったっすね。で、焦点となってるよっていうとこ見ていきましょう。3手戻しましょう。まず、はいはい、飛車先生が下げたとこですね。互角といってももう500近く差がつくと、大体序盤、まあ序盤なんとか切り抜けたのかね。で、桂馬打ちまし、跳ねましたか。桂馬跳ねて角と打ったとこですね。29ですか。29も考えたけどな。我慢しろとおっしゃってるんですね、 AI 様は。で、手順はなって進めて、で、角に、お、角どっち行くのって言って聞いたんですよね。で、これは間違いですよと。まあ、さあどんどん開いてってるわけで。じゃあですね、このところで、29飛車ですか。で、銀打って、あー、なるほど。で、銀はどう処理すんのこれ。角打つんだ。あー、なるほど。均衡がそれでも保てるわけですか。で、おー、そっちなんだ。はー考えたことがない手順ですけど。なるほど。4三歩成からで、金が、まあ、玉上がってくることないから、金があれで。あー。道が見えるんですね、それで。なるほど。ちょっと思いつかなかった手順かなと思いますね。
まだまだそうですね。これだとその先があるのかもしれません。以上です。それでは次の対局でお会いしましょう。